林康介から1922年は、日本の漢学者、下佐の人、豪波震災、東京高等師範学校教授を務め、著書、修行と、その時代で、学士院恩師賞を受賞、吉光重骨文字の漢行で、日本の甲骨学の先駆者となる。その甲骨文の研究は、羅身玉にも影響を与え、甲骨学の体制に貢献した。 喫光獣骨文字の拓本。内容は、性伐に関する牧師、儒学者、島田高村の影響を受け、計画を収める。はじめ朝鮮史の研究に従事し、明治時代の朝鮮史研究の開拓者となった。その後、中国の古代史の研究に転じ、1903年、中国で甲骨文字の拓本である、鉄雲像亀が刊行されると、林は、 その古代文字を一見して、非常な興味を覚え、鉄雲像亀をもとに、未知の文字の解読を開始した。林が、東京高等師範学校の教授となった、翌年の1909年、甲骨の実物が初めて、日本へ伝来した。東京の文久堂書店が、甲骨104編を入手し、林や内藤コナンなどの学者に分配したのである。待望の資料を手にした林は、 世はその実物を一見して、決してその偽物にあらざることを信ぜり、との感想を述べ、同年、確信をもって、深刻化南省党員権発見の亀甲重骨についてと題する論文を発表した。この論文は、私学雑誌第20巻8.95に掲載されたもので、日本における最初の甲骨文字研究であった。林はこの中で亀甲重骨は、 陰大王室に属せりし占い人の司かさりし物、なるべし、と論称している。甲骨文字が陰王室関係のもので民衆には無縁のものである。ことはその後の研究によって確かめられたことであり、当時の留学や損以上でさえもまだはっきりした見解を持っておらず、優れた論文であったと言える。ラッシン玉1910年初頭、林は甲骨に関する論文を、 北京の羅針玉に郵送して教えを求めた。当時、京市大学堂農家大学の監督の職にあった羅針玉は、金文や秘文の研究家として有名であり、鉄雲造亀にも序文を書いている。林の論文を読んだ羅針玉は、その外白な論章に共嘆した。当時の羅針玉の甲骨文字に対する見解は、 夏よか因代のものであって、集代のものでは異ことは確かだ。という曖昧なものであり、林の論文によって自身の研究を補正する必要性を感じ、それと同時に林の論文にも未解決の問題がたくさんあることを知った。そして羅神玉は自身が所蔵している甲骨文字を改めて検討し、甲骨文中に陰定王の明治竜謡を発見するとと,ともに、 甲骨の出土地が隠居であることを突き止め、1910年、印象帝占い文字庫一巻を出版した。印象帝占い文字庫を書いて甲骨への興味も一段と高まった、羅神玉は、1911年、弟のブリツネラを案用に派遣して、出土地を確かめるとともに、さらに多くの甲骨を入手し、1914年に印象帝占い文字庫を増補して、 陰居処刑公釈を勧告したこのようにして、羅針玉は、甲骨分解毒の基礎資料の修正に成功し、以後の甲骨学者の研究はすべてこの、陰居処刑公爵を、出発点として始めるようになったのである。印象的占い文字項の冒頭に、羅針玉は、およそ林くんの、未だ達せざるところ、ここに至りて、すなわちいちいち分析明白となりぬ。 すなわち、速やかに移して、林くんに寄せ、かつは、もって、東西高校の死に送る。と述べているように、これらの書物の観光に一つの示唆を与えた林の功績は大きい。その後、甲骨は、次第に、日本へ伝来し、林をはじめ三井や川色、川井中村不設などの書家が所蔵するようになった。1917年、 林はこれら書家書像の甲骨の内から千二十三ペを選択して拓本を作り、端末に小尺を付して、吉光重骨文字二回を可愛いいりと共に刊行した。拓本は村田内道、尺文の筆は書き咲き大家で、共に可愛い文化の協力によった。この吉光重骨文字は日本における甲骨学葬式の著名な一書で、林は 日本の甲骨学の先駆者となったのである。1918年、林は愛用検証トンの隠居遺跡を実地調査し、帰国後、隠居の遺物研究についてと、吉光重骨分に見えたる地名という論文を発表した。後者の論文は、甲骨分に出てくる地名から中国古代の歴史地理を研究するという優れた着想のものであった。また、 甲骨文字を説問開字と比較して解読し、吉光重骨文字表の広本を作った。これは日本は、もちろん中国においても最初の甲骨文字の辞書で、あったが、印刷の不便と費用の不足から未完に終わっている。そして、1922年に没したが、林の甲骨に関する論文は、1927年に、品状代の研究という論文集として出版された。 鉱骨の出土地は、河南省安陽県であるが、林が1九百九年の論文に、東院県発見としたのは、その当時の書伝によるもので、鉄雲像亀の留学の序文にも、亀番は己犬とし、河南東院県に属する小里城において、出土セリとある。また、同序文に、鉱骨編は、藩という姓の人から大家が買い取った、と記されているが、この藩とは、 骨頭省の反多田死教のことで、この人物が甲骨兵を独占するために、その出土地を、東院県と偽っていたのである。羅身玉の印象帝占い文字帳に、甲骨の出土地は、従来誤り伝えられた東院県ではなく、同じ河南省の北部でもそれよりさらに北の、安陽県城の西五里の昇顿という村である。とあり、初めて真の出土地が、学会に紹介された。 さらに同書で、羅神玉は、この正遁は、水という川が南に曲がっているあたりに位置し、この地は、四季の幸運本義に、清祖の覇王、幸運が、真の将軍、将官と水の南の隠居のほとりで会見した、と記している隠居に符合すると述べている。一九名官から林の朝鮮士官は、植民士官と批判されている。それによると、朝鮮は、国を、 剣力という名をし、されどもその教育品に接近するによして常に、その牽制を受けけ、品人あるハ切り手王とセディアルハその地をもって軍権、となしまた本国人の王たる者も、大抵、品によって放射を受けけ長徴を金目時代の例を、収めざる者その戦士。税をもって、能関れば朝鮮派ほとんど、品の属国、たるの女子。と記述しており、騎士挑戦は、 昔のボーブルに、通り敵視し,して、朝鮮に王となり、戦友四年間はみな、シナ人の制する書と貯めるであり、現代は、その制圧を、呪ることはなはだしく、秋代は、国王の大律には必ずその殺意の地を受け、新代は、歴世信じたる、ることがなく、李氏朝鮮は、しかれども、王と称して、帝と称せず、皇と称して法と称せず、進化のその君に、 オルテンカと称して陛下と称せず、二品に対して一等を、こうして王国の礼を用意しなり、年号の除去も歴朝大抵品の制に受付、しかもして元根品なかどの朝鮮王を、偶するの礼派表部証書の以会に、順図という、その交際の関係に、オルコレの女子、兄真の独立国と試すにシにや、と描いているという、ありがとうございます。